今回のスピチューブはこちらになります。今回は食テロ、完全に食テロですね。うわ、やっば。家庭的な韓国料理、はい、今年で75歳になるおかみさん、体がどっこも悪くないということで、こちら水島エリアになるんですけども、以前もねご紹介したんですけども、久々にまた、お邪魔させていただきました。お楽しみに。皆さんこんにちは。今回は倉敷美観地区にやってまいりました。あの春酔い明かりがね始まったということで、まあいろいろね制限された中なんですけど、まあこういう形で、イベントが開催されていたわけなんですけども、まあ、今回は倉敷ということで、あの水島の方にねお邪魔させていただきました。もうこれ久々なんですよね。もう半年以上は行ってなかったかなという、韓国料理屋さん縁にね再びやってまいりましたね。あれからどうなってるのかちょっと心配しながら寄ってみました。こんばんは。久しぶりだな。久しぶりで、なんか行こうかな行こうかなと思ってもなかなかこのご時世で、ようやく今日な半年ぶりぐらいかな、半年ぐらいに会って、でそっから今日縁のおばちゃんに会ったって聞いて、あこれはなんかのあれやなと思って、でちょっとこんな感じ、じゃとりあえずこれでお願いします、はい、というわけでこちら韓国料理中心のお店となってまして、本当にあのピリ辛というか甘辛というか、辛いの苦手でもあの全然いけるメニューもいろいろありますんで、まあ、今回はちょっといろいろ頼んでみました。追加で、はい、もしこれ石焼きチャーハン、あのチャンジャとかチャーハンどっちがおすすめですかね。やっぱりチャンジャ丼の方がいい、ね、あ、じゃあチャンジャ丼でお願いします。イカイ、さっきから言ったのがイカイ言うて、イカイゲソだよ。イカナットね、今日も落ち着いてますね。それでも余裕落ち着いたよ。もうすごかったよ。不動なロス。22年見てをして、こんな初めてやったもんな、私。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。激辛ドリ。ドリ、はい。いただきます。なんか味付けがちょっとてっちゃんみたいな感じで、甘辛みたいな、ね。はい、なんか辛いイメージで注文したんですけどね、本当にこれバーベキューソースみたいな感じなんですかね。なんか甘だれですね。あの辛いの苦手でも全然いけるかなと思うんで、皆さんぜひご賞味ください。はい、続いてやってきたのは石焼きチャンジャ丼ですね。こんな感じで本格的なねこの器に入ってるんですよね。いやーいいですね、これ映えますね。なんか映えるんで崩したくないですね。いや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 、はい、こんな感じでね、もうこのチャンジャが中に練り込まれた、さらにこの卵がまたいいんですよこれ。いいね、いい匂いがね、おこげが、うん、なんか海鮮みたいな、
焦げがね。じゃあいただきますこれ。うん。あ。やっぱチャンジャの風味で海鮮丼じゃないけど海鮮の度合いがやばい。いや、やはりねこれ期待を裏切らない味でしたね。もうこれね、今回はお酒飲めないんですけど、いやもうこれお酒絶対ですね。ぜひ僕の代わりに注文して飲んでください。なんだ、ピリ辛トリア。これちょっといただきます。ありがとうございます。あ、うまっ。甘だれピリ辛。はい、こちらもね甘だれとネギがかかった感じで、この鶏もね結構肉厚があって食べ応えがあります。ぜひご賞味ください。ねえ、どっこも悪くない。どっこも悪くない。和光見えるもん。マスクやろ。いやマスクで映えて鬼滅の刃風の。あ、わかる。これなんかちょっと気になって突っ込もうかなと思って。ちょっとね、マスクもそれに合わせて。あ、いいね。あ、ありがとうございます。タレはない。あ、タレあるんですね。もうそのまま食べてるし、暇感があったら赤いタレがある。うん、なんかラーメンのチャーシューみたいな。そうそうそう、そんな感じ。結構人気あるよこれ、若い人に。ヘルシーだから。ヘルシー。どこや、あ、ここ。あ、なるほどね。なんか分かる。でこれはこういうのに食べる。ああ、なんかこういうのありますね。これキムチを入れるときはこれをつける。ああ、キムチ入っとるんだね。これここにキムチ入れた。入れたからつけなくてもいいっていう。そうそう。ああ、なるほど。カロになるって。はいはい。結構これ人気がある。人気がある。これ何肉のいい味と、この1回目のキムチの味がいい感じですね。なんかこれはこれでなんか天才みたいなね。飲む前の、いや、まあ、でも今でもなんかおすすめあれば。ああ、人気の。ありがとうございます。はい、こちらなんですけど、これ身の唐揚げですかね。またなんだろうな、ちょっと甘めなんですよね。これ結構若者に人気ということです。ぜひぜひ食べてください。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。また来ます。はい、ごちそうさまでした。はい、またあげてきますね。はい、どうぞ。お願いします。よし、というわけで帰ります。ごちそうさまでした。ちょっと変かなこれ。いや、変じゃない。はい、というわけで今日はね、倉敷美観地区にやってまいりました。まあ、その美観地区って言ったらね、昔の町並みが残るわけで、もともとその倉敷のこの町には大官所があって、その江戸幕府とかそういうのを統括するためにあった町ということでね、非常に栄えていたという町なんですけども、今はね観光地として、盛り上がってる場所なんですけど、またこの時間帯になると結構風情があっていいですね。言ってたらもうそのね横しにあると。ね、この白壁の街ということで、綺麗に白壁がライトアップされているわけです。
なんかいいね、なんか幕末の感じが。手打ちそば定休日。こうやってね、覗かしたらなんかひな人形がね。こちらが大原美術館で、ね、アメリカ軍の爆撃からね逃れたというか、まあこれがあったおかげで倉敷美観地区爆撃受けなかったということで、まあこの中に今でも有名な絵画が飾られてるわけです。はい、で今日はこちらですね。このライトアップ、この傘、はい、というわけで今日は倉敷春酔いあかり終わりました。こんな感じでね、自粛しながらの、中ですけどもね、なんかいろんな場所がね、風情のある感じで、夜はね、ぜひ皆さんも行ってみてください、はい、ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。